どうも、コーズです。今回ですけども、J1 第32節 FC 東京戦、ダゾン同時視聴生配信直後の速報版振り返りということで、生配信で使ったシートを使って、速報版のレビューをやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。スタメンはこんな感じですね。もうだから本当にね、新潟のその松橋監督のそのスタメン予想トトカルチョっていうのをやったらね、ほぼ当たんないね。今シーズンあともう2試合しかないですけど、当てられる自信がないです、もうスタメン予想を。ということで今日は高木選手ベンチ外の谷口鈴木の2トップ、ボランチはコーと星のコンビになってますね、ディフェンスはマイケルと千葉のセンターバックコンビに戻ると。堀米選手もベンチ外、ベンチ入りの選手は阿部トーマス伝渡辺秋山水戸コンビ長倉と、長倉がベンチに復活というところですね。順位表、試合前の順位表はこのような形。試合前に触れたことということで、ツイッターでね、スタメンが出るとワーキャー言ってるんですけど、僕は毎回。今日はコート保持のスタメンで高木ベンチ外の鈴木谷口の2トップという構成だと、キーマン星田。まあ、これ実際そうでしたね。もう星がずっと攻撃のタクト振るってましたね。で、まずは太田が仕掛けての鈴木偽9番、ディフェンス背後を作る谷口がキャノン方まで見えてる。まあ、これもありましたよね。谷口キャノン方ありましたもんね。で、鈴木のポジショニングがやっぱずっと効いてたし、まあ、太田が若干消えてたかなぐらいだけど、松田ガンガン攻めてたしなっていう感じ。あとは、小島慎、またクリーンシートにしてくれましたね。まあ、これ結果はもう皆さんご存知と思うんですけど、もう 0-0 の引き分けということで。で、審判が山下良美さんなんですよ、主審。で、VR が清水隼人さん。だ主審も VR も4校やんけってことで。いやーちょっともう不可解ジャッジでしたね。単純にね、その山下良美さんをなんかその感情論で批判してるのではなく、これまあウィーリーカップ決勝現地でも見たけど、やっぱ体力落ちてんのよね。なのでそのいいポジションで見れない、いい状態でそのボールと選手を見れないっていう感じなんで、そのいいジャッジができない。そう。だからそのリアクションの、これ生配信中のチャットでもあったんですけど、そのリアクションのでかい選手だと笛吹きがちみたいな。だからその、なんだろう、どういう事象かっていうその瞬間が見れてないから、その怒った後のリアクションで、その、何?その、ファールの程度とか重さをジャッジしてるんじゃないか説があって。確かにそんな気もする。でもそれやられるとしんどいよね。だしもう多分本当女子でも厳しいんじゃないかと思う。あの、ウィーリーグでもジャッジするの厳しいんじゃねえのと思ったぐらい。だから J1 とかもう無理でしょっていう。J2 ですら無理だと思う。ということで、最大の敵は審判団ですということだったんですが、試合前、審判の引きは現在考えられる組み合わせの中では最悪と言っていく組み合わせでしたと。小泉選手と渡辺選手、渡辺龍馬選手はフルス対決になりません、ね。新潟ね、気温13度、FC 東京サポは1700人も来たそうです。すごいですね。ありがたいですね。新潟経済に貢献。ありがとうございます。松橋監督の談話、試合前の談話、しっかり自分たちのストロングに磨きをかけてきました。今日のゲームのポイントは、縦への推進力はこうでもチームでも感度が変わってブーストがかかってる。FC 東京相手にそこを止められるかどうかと。これまで積み上げてきた歴史の中で、より高いところを目指していくという意味では、最終的にないで終わるかは重要であるが、我々らしくしっかりプレイしていくことが大事でしょうというふうな話。クラモフスキー監督の談話では、新潟は非常にいいチームですと。攻撃の部分で多くの強みがあるチームですと。我々は守備の決まり事をしっかりとこなし、いいスペースをつけるようにしていきたい。前節からの守備の改善、いいところを伸ばして、自分たちの戦い方ができるようにしていきたいと思っていると。で、前半。割と東京ハイプレス気味。っていうかもう、新潟のディフェンスラインでのビルドアップには、ガンガン詰めていこうぜっていう感じでは、もうこれ戦略としてやってきたなって。いう感じで、藤原の運動量と寄せの速さは素晴らしいってし、甲のミドルも悪くなかったと、ファーストシュート。藤原のクロス逆速サイドに流れて拾った谷口がカットインしてシュート、いいシュートでしたね。谷口なぁ、得点の匂いしたんだけどね、今日ね。終始得点の匂いしたんだけどね、シュートめっちゃ打ってるしね。松田、鈴木、藤原からの谷口、この連動が良かった。これ連動良かったですね。決め切ってたら完璧でした。谷口順調に裏の狙ってる。で、星に謎イエロー。この段階で、おやおや、山下劇場ですかっていう感じにはなってました。松田突破からチャンスいい感じ。なんか前半、30分ぐらいからちょっと、両チーム間延び気味って感じ。で、マイケルにカード、これも謎ジャッジ。星もそうだけど、そこまでという謎ジャッジが、やはり目立つ山下出身、This is football。アダユートのヘッドは、小島がセーブ。松木玖生選手に帳尻イエロー。これも謎でしたけどね。
ロスタイム3分、松の仕掛けからの谷口がシュート、サイドネット惜しいっていう感じ。谷口ずっと惜しいんだよな、0-0で折り返しというふうなところで、前半の単評。山下劇場、やはり基準がブレブレの判定を多め、マイケルと星野ユエルは後で、後半聞いてこないことを願うばかりであると。まあ無事ね、大丈夫でしたけど、調子でイエローを食らった松木選手はかわいそうでしたと。試合は新潟ペースと言っていいのかなと。谷口は調子良さそうなんで、後半は決めてくれると信じると、ね、決めきれずと。松田の突破もいいと。バングーナガンでは松田止められてないと。一方で太田いまいち消えてるような感があると。ボールを動かす気はやはり星、イエローなきゃなーって感じ。やっぱり星効いてましたね。交代は組んで後半どう変わってくるか注目であるが、新井藤原の両サイドバックは地味にいい仕事してる。縁の下の力も持ちであるという話でした。後半、バングーナガンでの突破コーナー、小泉イエロー星いいっすねっていう感じ。マイケル負傷、デンガと。マイケル負傷したんですよね。イエローもらってるっていう懸念もありながら、普通に負傷してました。で、筋肉系っぽかったんでちょっと心配ですけどね。なんで、イエローの心配なくなったけど、怪我は心配って感じ。で、藤原の守備力さ、もうアダイウトンゴリゴリ止めてましたね。もうアダイウトン止められるんだったら、もう藤原一人で、もう J1 の大抵のアタッカー止められるんじゃねえかっていう話。で、原川のシュートは小島慎ストップ。ナイスセーブでしたね。これはスーパーセーブ。松のクロスにコーのヘッド惜しい。これちょっとね、威力がなかったっすね。谷口抜け出してシュートも外れる。あと少しなんだよなと。もうあと少しなんだよな、谷口が多すぎて、ちょっともう、もやっとしてました。コーナー、新井からの藤原シュート欲しい。まあ、藤原もこう反転してシュートみたいな、ね、チャットでも、これだから藤原宗也はストライカーなんだみたいな、コメント来てましたけど、アーカイブ残ってるんで、ぜひね、ダゾーンは見れば見るほど、そのダゾーン見た順位貢献金みたいなのがあるから、その理念強化配分金と 別で。順位、その9位以上の分配金と別で、ダゾーンめっちゃ見られたチーム順位ごとに、配分金がまた別途用意されてるから、ぜひ僕のね、同時視聴生配信を見ながら、ダゾーンを繰り返し見ることで、アルビがたくさんお金をもらえるというのに、我々サポーター側から貢献できるという話、これちょっと余談でした。松田大谷に変えて水戸込み投入、ちょっとでも機能しなかったな、思ってたよりは。バングナガンデ選手も負傷交代。星谷口に変えて秋山長倉投入。秋山もちょっと浮き足だったかな。やっぱ途中交代って難しいんだろうね。秋山選手はスタメンに出た方がいいのかもしれないな。あと何より、やっぱり鈴木浩二選手がここまでコンスタントに使い詰めできてるっていうのがでかい。だって鈴木という選択肢がなくなった際に、アルビのその前線の選択肢って急に結構減るんですよ。だから鈴木やっぱ残すよなって感じ。で、ミトちゃんのシュート、ミドル惜しかったですけど、決まらずと。で、もうこの長倉のヘッドがもう、この試合一番の決定機だったと思います。あそこでちょっとでもコース変わってたら入ってましたからね。だしもう長倉神湯に確定だったっすけどね。惜しかったっすね。で、ロスタイム6分。で、謎終了って感じ。で、小島選手の試合後のインタビューを見ると、終盤は自分たちがゴールに迫るシーンが多かった、なんか決めきれなかったのはもったいなかったですと。無失点で終えられたのは良かったですが、攻守ともに課題が残りました。支えてくれてる人たちの思いを背負ってプレーしている。100試合出場の記念のね、花束贈呈が今日試合前にあったので、そのようなコメント。一桁順位を狙える位置にいると、そこを狙っていきたいし、新潟のスタイルを洗練させていきたいということで、コメントありましたが、これによってね、新潟、FC 東京はそれぞれ勝ち点1を積み上げ、新潟勝ち点41、FC 東京が40ということなんですが、川崎とアビスパの結果次第ですが、新潟の最大勝ち点47になってしまったので、もしアビスパが勝ったら、もう、8位は無理になると。まだあれだね、アビスパ、もう今、その収録段階では、結果が分かってないので、アビスパとガンバ今後半入って一時引き分けてるから、まだ分かんないね。で、川崎フロンターレは明日試合があるので分からないと。てか、湘南勝ったんだね。湘南勝ったんですね。これはまた柏がね、負けたら順位逆転しますからね。ここね、面白いですね。ということで、アルビレックス苦手的には明日の川崎フロンターレの試合動向が非常に注目であると。明日川崎が勝っちゃうと勝ち点46まで上がるので、アルビの最大勝ち点は2連勝しても47、川崎は47まで勝ち点1という状況になるので非常に厳しい形になってしまうと。
いうところ。アビスパが負ければ、アビスパも残り47まで勝ち点2ということなんで、結構しんどくなってくるかなというふうなところですね。どうしても勝ちたかった一戦、ちょっと引き分けはもったいなかったなというふうなところですけど、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。アーカイブもぜひ、生配信のアーカイブもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね。iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中。まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。